このダイヤモンド・プリンセスに乗船していたおよそ3700人の乗客・乗員のうち542人から新型コロナウイルスの感染が確認されています。今日下船が始まったのはこれまで陽性反応が出ていないおよそ3100人のうちのおよそ500人で、すでに陰性が確認されています。そして下船後は横浜駅などのターミナル駅にバスで移動し、そこから帰宅することになります。この下船する方々はようやく日常生活を送れることになるんですが、厚労省はこの方々から下船時に確実につながる連絡先の提出を受けて、電話やメールで定期的に連絡を取って健康状態を継続的に確認するとしています。